おかわり。皆さん本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は須中さんと舞ちゃんに来ていただきましたけれども、はい、須中さん今日いかがでしたか。いや今日ははい、やっぱ面白いとこたくさん見れたなと VTR。やっぱまずね磯山さんが笑顔で乗り切る何秒か。申し訳ないです。今日ちょっといっぱいありました。はい。ちょっとこうコメントのきっかけのとこが、私のちょっと勘違いで、はい、ちょっと、はい、笑顔だけで乗り切るすごさ。そうですね。すみません。スタッフさんとのちょっとね、はい、温度差が。あと VTR 中のなんかご家族の話になった時にね、私も言われたいって言った時のなんかみんなの素晴らしい顔ね、なんとも言えない顔ね、そりゃそうですよね。いろんなとこを引き出すのやっぱ上手なんだなと思って、すごいなと思いましたね。最後も10秒間違えて終わらせてしまったっていうみんな笑って最後笑ってみんなにごまかされ、みんな巻き込んでしまいましたけどもね、ありがとうございました。まいちゃんいかがでした。はい、もうロケの映像がね、もう素晴らしく面白くて、ありがとうございます。石野選手の魅力がたっぷり詰まってて、ああいう方だと思わなかったっていうところがありましたね。すごいお茶目な人でしたよね。びっくりしました。なかなかね、こうプライベートの姿に会うってないので、お話しする機会もないですしね。だから本当嬉しかったですけれども、でも番組の中でもありましたけど、はい、おかわりでさらにもっと迫ってる、ね、そうなんですよ。本当はいろいろご家族の話のところで、はい、そもそもこの奥様とはどうやって出会ったのか、確かに聞きたい、慣れ初めみたいな、はい、知ってるののも私聞いてきましたよね、うん、ね、それ言っていいんだっけ。あ、VTR ないです。私が口頭で言いますので、はい、聞いてください。自分のお友達とスノーボードに行こうとしたんですよ。行こうって言ってて、で、そっちのお友達は、カップルだったんですよね、だから、どうせなんか女の子友達、なんかもう一人連れて行こっかみたいな感じで、いらっしゃったそのお友達が奥様、で、4人で友達が呼んで連れてきてくれたんです。カップルの友達の彼女の友達みたいなことですね。そう、そういうことです、はい、そういうことです。なんかそれで、まあ、一緒にスノーボードとかでこう楽しんだら、とてもなんかこう気が合ったみたいな感じで、そこからいろいろあったけれども結婚に落ち着いたということで、このいろいろ聞きたいですけどね。いや、これも本当にすっごい話してくれたんですけど、みたいな感じです。なるほど。ちょっとここではもう言えないんですけど、逆に言うと絆が深いような出来事が、もう一言、パートナーの奥様素晴らしい、なるほど、素晴らしい方を見つけたなというか、見つけてくれたって言えていいのかな、なんか本当に良かった西野選手って思いました。なるほど。西野選手は多少ちょっとこう、はい、ポンコツな部分はあるけども、それを完璧に補ってくれる奥様だ と、はい、サポート力が素晴らしい。やっぱね、こう出会うくべくし出会ったんですかね。で、レースのね、帰ってくると、ご家族で レースの話ってするんですかみたいな話をしたときに、なんか、まあ、奥様とはその昔あんまりもう話さないでくれみたいな、話さないでおこうみたいな決まりがあって話さなくなったみたいなんですけど、お子さんは、まあ、下が小学校4年生の、はい、お子さんは今日ダメだったねとか言ってくるんですって。そうだけど上の高校生のお兄ちゃんは、まあ、お年頃っていうのもあったりとか、あと分かっているのかな、大人になってきてっていうところではなんかあまり話してこないらしい、っていうなんですよ。で、どうなんですか、息子さんがボートレーサーになりたいって年からどうするんですかみたいな、全然いいですよって。ただやっぱりこう自分がいての、自分がレーサーになるからこそ、ちょっとこう大変な部分もあるんじゃないかなっていう心配はしてました。ね、お父さんがあんだけスターだとね。そう、最近2世レーサー増えてますからね。そうですよね。3世になるんですよ。そうですね。あ、そっか。西野選手がもしも息子さんがレーサーになったとしたら、それなかなかないですもんね。3世代はすごいですね。ちょっと見てみたい、気持ち面白い。で、生放送の方ではグランプリの思いもね、中心に聞いていましたけれども、番組の公式 X で皆さんから質問募集しまして、本当ありがとうございます。その質問に石野選手答えていただきました。こちらです。ヒサエルさんより質問です。はい、石野選手のパワーフードは何ですか。まあ、勝負前とかはあんまり決めてないんですけど、まあ、基本タコ
が大好きで、冬場はもう毎日ナマコ、はい、食べてます。それは好きなだけですよ、ね、はい、でもナマコがないと嫌なんです。やっぱ太らないっていうのもありますし、そういう食べ方なんだ、はい、あで当てになるし、当てになるし。さあということで、ゆうこさんより質問です。石野選手、キュンなポーズをお願いします。もうカメラに41やで、石野キュンまで3、2、1。いやそれダサいね、映るんですよ。いやダサいね、それオープニングとつながってるけ けどはい、という石野選手ありがとうございます。キュンポーズやってくれました。確かあのカメラのポーズやっぱ40代以上しかやらないよね。そうなんです、40代以上しか知らない、知らないんじゃないかな。なかなかね、ちょっと古めでしたけれどもね。はい、今ね、あの石野選手のキュンポーズ映ってますよね、はい、スクショタイムですのでぜひぜひ、はい、もういっぱい撮って拡散してもいいですよもう、ね、全力でやってくれました。でもこういうこと舞ちゃん言ってくれるって嬉しいですよね。確かになんか明るいな、本当明るい。はい、私も ロケ行きたかった。なんか椅子詰めれば私も入れそうな確かにね、はい、ありましたね。そうでしたね、はい、すみませんね推しが違うから、やっぱり推しじゃなかったからね。はい、オープニング、ね、そうですね、はい、オープニングが気になる方はボートキャストの方ではあるんですかね。はい、ボートキャストでこれやってます、はい、キュンポーズやってます。はい、そちらでチェックお願いします。はい、23日土曜日までの限定公開となりますので、皆さんお早めにご覧くださいね。で、あの石山さん、はい、なんかあの木 あの CM のね、そう CM 的になんかこう、ね、なんかこうなんかやってましたよね。はい、そうでした。あの木の説明一切なかったんでした、ね、ですけど、実はすごい木だったんです。はい、こちらも VTR ご覧ください。はい、神頼みとかは信じるんですか？信じません。信じてもらっていいですか？ここのお店すごいんです。このレストランにね、そうパワースポットがあるんですって。ね、はい、浜松町のパワースポットでございます。スリスリしていいんですか？石野選手やっときましょうよ。行きましょう。来年もここに来れますよ。違うということは結果がいいってことです。そういうことか。そういうことですけど、もうちょっと分かりやすくね。グランプリ優勝できますように。いいね。違う競技変わってます。家族ができます。素敵なご縁がありますように。いいですね、いいですね。来年は勝ち越せますように。切実、いやですね。はい、というね、日光東照宮から譲り受けたご神木、はい、すごいですね。失礼しました。だからもう本当願いが叶って石野選手には優勝してほしいと思いました。長島さんもね、磯山さんも、はい、叶ってほしいです。叶うでしょう。はい、ね、磯山さんのツッコミよかったですね。何ですか？なんか来年もここに来れますようにって言った時に、もうちょっと分かりやすいやつ後ろから。結構ボケてくるから、いっぱいボケてくるんでね、ちょっと一言で言ってほしかったから、はい、一言目に欲しかった。そうなんです、はい、さあいよいよグランプリは12月19日始まります。大阪のボートレース墨の絵がね、今回舞台となりますけれども、注目どうでしょう、砂中さん。いや、まあやっぱりなんだかんだ峰選手にもやっぱこうね、すごいレース見せてほしいなってもありますね。はい、まいちゃんは、はい、あの磯部選手、池田浩二選手頑張ってほしいなって思うんですけど、羽野選手とかもね、ちょっと、はい、ファーストから立ち上がってちょっと優勝っていうのもね、面白いですよね。昔はセカンドの人がどうしても優勝しがちだったんですけど、最近はファーストが勝ち上がりっていう選手も結構活躍しますからね。羽野選手、そしてグランプリ初出場の土屋選手あたりですね。ちょっと期待したいですね。ちゃんと攻めてきそうですもんね、はい、さあ誰が2023年のナンバーワンレーサーになれるのか、皆さんぜひご期待ください。さあそれではおかわりここまでです。さよなら。この番組は1週間限定ボートキャストで見逃し配信中です。概要欄をチェックしてご覧ください。